じゃあ、馬猫さんがかわい、馬猫さんのペットがかわいそうになってるからやって。いやいや、私なんて面白いこと言えないんで。よろしく頼む。ちょっと挨拶は千玉さんにやってもらって。はい、じゃあとりあえず開けましょう。もう全部開けました。え、お酒とか飲み物開けました？乾杯の挨拶？開けました。うん、オッケー。じゃあ、 乾杯の挨拶を千田さんにしてもらって。じゃあ皆様、グラスの準備はよろしいで。乾杯。え？乾杯。乾杯。乾杯。もう絶対やんねえ。乾杯してるし、やめてよ、ちょっとちょっと。もう絶対やんねえくれ。わかったわかった。ジェリアン全員切ってやから。全員切ってやるよ。ん？必殺ここに隠れる。ここに来た人人外だから切るボタンも連打しとこ。超連打してるから今もう。ほら、来い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 。これでさ、クルーが減ればいいもんね。あ、でも、そっか、オポチとかが減っていく可能性があるのか。ボタン一生入らんやん。でもさ、この辺で歩いてって、生きてるやつ、もう人外置きでもいいのかな。2回入ってるけど。はい。どちらで？セリフで切りました。セリフか。何を？黒。宿舎前。愛ちゃんか。うん。なので陣が震えて待っててね。もう大体わかったんで。怖いです。え、ちなみにさ、アンリちゃんって初手ボタン押したっけ？白ですか？うん。白押してなくて今ミーティングいます最後。うん、なんか押しに行きましたけど、アーカイブから歩いて。わかんないですけど、まあ、アンリさんは確かにいますよ。私が今押そうと思って、千玉さん発見ボタンで、私が奥のタスクやりにやって終わったら、あ、じゃあ完全対抗だ、アンリちゃんと。え、白アーカイブ脇ですよ。え、だってさ、うん、停電直しに来たよね。そうです、アーカイブ脇で、アーカイブで停電直しに来ました、証拠見て。で、ペルがアンリちゃん置いてって、アーカイブの下の扉を退去して、意見後に3名って抜けてったけど、アンリちゃん抜けてってないから、ほぼ対抗だよ。え、すれ違ってますよ、ゴミ抜きしてる時に白が。多分他の人を見てもらってると思う。え？一番下に行ったのは見てる。うん。あ、マジで？ペルさんが一回シャワー方面行って、上はまたアーカイブに戻ってきましたよね。あ、そう、先輩、すれ違ってますよ。ね、停電後、アンリさんと一緒にシャワー行ってます、ゴリラ。うん。あ、じゃあ、忘れてください。はい、千田さんに聞きたいんですけど、うん、どこでキルしてます、うん、アリスさんのこと。宿舎前。宿舎前か、どっから来たとか分かります？多分下じゃない？俺ずっと金庫に潜んでたから。やべえ、作戦バレちゃう。うん、ああ、そしたらもしかしたらちょっと分かんないんですけど、展望デッキで1回目の手で直してるのって、なぎゆさんなんですよ。ほうほうほう。で、そうなんです、私直しに行こうと思って入ったら、もうなぎゅうさんがいて直してて、多分一回奥のダウンロードみたいなところ走って行ったんですよ、停電アントに。うん、で私その後、キッチンから今宿舎まで来てて、アリさんはそのルート通ってそうだったらキルしてそうな予感。なるほどね。そのミーティングに姉ちゃんといるって言ったの誰だっけ、うん、カルタ押そうと思って、でカルタが奥のボタン、タスクをやった時にアリさんがなんかやるふりじゃなく
なんとやるそぶりじゃなくてただ見に来て戻ってきたみたいな。じゃあペルがアネちゃんの後ろついてっていうことになるからほぼ白は白でいいと思う。ありがとうございます。これさ、クルー何人いるんだ？ 2、3人？ 4 人。4人？そんなにいる？ 1、2、3、4、5。いるんじゃん。マフィアと、オポチと、あ、そっか、4人もいるのか。でしょ？確か。ってことは、3人はクルーなんか。あ、8じゃん。10枚したって感じだね。なるほど。いや、もしかすると人外役職キラ、あのインポスターにキラ、インポスターか誰かに切られてクル4残ってる可能性もある、うん、まあ北間さんが乗っ取ってる可能性もあるから。確かに、うんうん、さあ今の議論で誰が怪しいのか分かりましたか皆さん。怖いです。待ってアンディさん、次の作戦いっちゃおうか。もうすぐ多分停電入るでしょ。停電入るときに、お、はい、ナイボ。サイビちゃんとウマちゃんの位置って出たっけ。ウマ猫は2回目の停電貨物で直してます。俺最後アペルちゃんとすれ違ったよアーカイブで。あ、それは覚えてる。うん、これどこだっけ、多分アーカイブか昇降機右、うんと2回目の停電を見に行って昇降機右入って、うん、階段降りた時に直って上がって戻ってる最中にボタンだから、うん、昇降機右かアーカイブ入るところ。それうま、このたずっとアーカイブ付近ですか？アーカイブ付近、アーカイブシャワーメイン、シャワーアーカイブ昇降機のところ。行き過ぎかな。あれゴリラくんどこだっけ？ゴリラは最終診察です。本当？あ、キルのターンですよ。そう。キルのターンはメイン脇、シャワーでアーカイブ。違う、メインシャワー、あれどうなったの、あ、メインシャワーでメインシャワーアーカイブ昇降機アーカイブシャワーメインエレキ診察。誰かに会った、あ、それはあって、アンリさん、テルちゃん、サイブさん。停電後に昇降右からアーカイブシャワーメインまでで、エレキ方面に下っていくとこまでは見えてます。なるほど、はい、カルさんはでもナギユさんを展望に置いてんだよね。うん、そうっすね。だから1回目のテープ壊したりする人がいないんだったらナギユさんでしか多分ないと思うんだけど、カルさん目線その辺で切られてる可能性が高いってことだよね。うんですね。じゃあアリスさんが切ってるの、私はそこまで動けちゃってるんでちょっとあれですけど、うん、アリスさんが金庫から金庫で切ってるんだったらめっちゃ濃厚かなってちょっと思ったんですけど、1個気になってるのがそのカルさんがキッチンにいるタイミングで生まれ子もキッチンにおって、そっからメイン通過してアーカイブ貨物って移動したんだけど、うんうん、アンリさんすれ違ってないんだよね。あ、そうなんですね。じゃあね、それは俺が説明する。俺がシャワーからメインに入るときに生まれ子さんとすれ違って女性にやって出たときにシャワー側からアンリさんが来てる。シャワー奥にいたんだ、うん、あ、それなら納得。チロマルーンでシャワーの奥まで死体確認は行ってます。そういうことか、オッケーオッケー。マネコさんキッチンから貨物まで行ってんだ。チラマさん探し回ってた。へえ。あのね、ウマちゃんとサナミちゃんはちょっと安心要素があるかな。まあいいや。あ、俺アーカイブ脇でラウンジの配線やって本タスクやってシャワーやっとタオル拾って除染してカンカンやってっていう順。はいはい、だからそこに長いのはまあまあ疑われてもしゃあないと。まあ納得はできる。ま
猫さんかカルさん黄色を。ん？なるほどね。切る。ブルーだね。アンリさん。えじじ。じじ。やった。何事？何事？え、オポチで切った。あ、そういうこと。ああ。危ねえ、血だわさ見つけれてよかった。マジつけられたわと思って、これ塩危ねえな。いや、血だわさんが自分おすすめ言うたから行くしかねえ。あれか、カルちゃん側についても面白かったのか。ん？そうだね。え、だからカルちゃんがイベントから出てきたから切ってるんだけど、あえてカルちゃんのサポートするのもありだった。